まあ、挨拶抜きにして、ちゃっちゃと行きます。では、バーズショップを見ていって、タイヤにしようか、ステアリングにしようか、いろいろ考えた結果、やっぱり、タイヤを、オールラウンドの2にあたりにしたいなと思います。そのためには、まず、どっかで優勝したいと、この2つで。トンネルショート。BM。なんとなく M3 です。では、タイヤを維持した方が、てかタイヤを変えた方がもう速いかという判断です、これは。ちょっと遅いことがあります。8000までもある、このエンジンは。それを考えれば、だいたい、GRB、現行型1分のハッチバックの EJ20 とかと同じぐらいの回転です。あれが8000ぐらいまでもあります。と思うので。やっぱりちょっとタイトルコーナーが多くて、ちょっと小回りが効きません。やっぱり無理すると1番まで取れます。オンロードの方がいけるかな。向こう見通し悪いし。こっちの方がいけるわ。もうあれだわ、やっぱりスピード不足とグリップ不足が災いしてとても乗りにくい。スピード不足はなんとかなるけど、やっぱりグリップ不足は何者よりもしんどいです。加速力不足もちょっとしんどいですね。あと、それと、悪魔のパーツは、じゃんじゃん使っていきます。資金力があればですけど。赤のパーツだけどね、ちょっとしんどい。というか、1周目と2周目のタイムが全く同じだ。すげえ。ある意味すげえ。悪い意味ですげえ。まあ悪くもないが良くもない。だがすげえ。ダメじゃん。近道使っちゃおう。というか、もう使ってる意味ない。ダメだ、ギリギリ追いつかない。やっぱりきっちりとブレーキで減速をして曲がっていった方がいいのかな。というよりまず1位になれないと。
オールラウンドのタイヤを、あ、欲しいです。まあ、なるべく、オンロードの普通の部分を使って、いきます。ブロック、ブロック、ブロック、鬼ブロック。起動。ウェイ。なんで、だからそこで5Eなんだよ。やべ、もう6位に落ちた。やっぱり車が重く感じる。どうすればいいんだ、これは。お、なんとかいった。やった。これならまだなんとかなるかもしれない。近道使おう。なるべく使いたくはない。まあこれでなんとか3位になりました。あとは2位を狙う。7000目安でシフトしてますけど、まず1分1秒やったね。まず3位じゃまだまだスピードの低くと、やっぱりグリップ不足が顔を出す。どうすればいいのかな。これをどうにかする方法がある。なんとかしたい。まあ多分これで最後は確定しましたね。でもまだまだこれでちょっと不満です。なのでリトライ。オールラウンドプラス1。まああと200円あればこっちのオールラウンドプラス2が買えるので、まあちょっと我慢します。 18 を守るいっちゃおう。ならばこっちを初級サーキットで1になった方がよっぽど楽だ。パーツ入れるのも完璧忘れてました。お、1位か。やったね。独走じゃん。おいおい、邪魔だよ FT よ。何なんだよ、死ね死ね。ほんま FT よのくせに舐めんな。ビームに喧嘩うんのかボケ。まあそんなことはほっといて、まあ多分勝てると思う。やっぱりオートマって高い。オートマは高い。やっぱりトルコンの分だけ金がかかるのかなと。まあ4速のマニュアルなんて聞いたことがない、この現代で。
やばい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 。まあこれで1位ですよね、まず確実に。まあこれでタイヤのグリップを上げればどうにかなるはず。まあまずタイヤのグリップがない、何よりも。ちょやったね。いい。で、オーラウンドは一気に上がりましたね。2倍ぐらいです。今のところ目標はこのボディショップでこのチョロキュー17個買うことです。まあ理由としてはこのボディがどう見てもインプです。こっちもデザイン的にはちょっといまいち。ランエボも好きじゃない。まあそれならインプ使っちゃいます。他もいいボディないしね。なんですかこれは。スープラだ。これでどうかなのか、ここで検証します。でも確実にこのタイヤなら少しはオフロードも安心できるのかな。では検証開始。ちょっと相手はなんかぶつかりません。おお、滑りではかい、滑らない。これが売れている芸人の力か。わっわわわ、殺すつもりか。ケースケ、ちょっと休め。くそったれ。いい感じで走るとったのに。あ、今回はなんか BGM 付き。まあ運がいい方です。確かにグリップが上がると安心感が増える。たく、突然邪魔しやがって。なんでいつもお前は俺を邪魔する。いやちょっと頼まれたもん作りやったらちょっと入り込んでまうね。ミニには負けへんぞ、BM。ミニには負けたくない。あんな四角四面な車に。現行型ならまだしも旧型。あ、もう5速。こっから先ない。あれ、こいついつも3位。こいついつも4位のやつだ。いや、3位だ。こいつを抜かして、やはり旋回性能が上がるというのは大切だ。まあ次は、スーパークリティックというか、なるべくステアリングなど、ハンドリング系のチューンをメインに。そうじゃないとまだ死んでる。これなら2位もいけるはず。周回能力が抜群に上がる。